ナトリは作ナトリは作から1959年6月4日は日本の実業家、政治家、貴族院直線議員、富士電気製造会社初代社長、コニ名ナトリ洋之助、千曲県諏訪城津滝村に蔵主野業、ナトリはサブロの長男として生まれる。甲府市の第十国立銀行に就職したが後に上京し、明治27年2月に、 慶応義塾大学リザイ科に入学し、学生時代は新聞配達などをしながら、柔術に熱中。明治29年12月に卒業し、小学校業に入社したが、明治32年8月第1回義塾派遣留学生の一人に選ばれて、コロンビア大学に留学し、欧州視察を経て、明治35年11月に帰国。大学部で経済学を講じるが、 学者に不向きであるとし、明治41年、東京電灯入社、大正12年富士電気製造株式会社の設立に関わり、初代社長、他東方電力、千代田生命、大日本製糖など多くの会社で重役を重ねる。昭和6年には、経営不振に陥った、時事新報の社長に就任。 1946年7月8日、貴族院直選議員に任じられ、こういうクラブに所属して1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。退職後は境内を支援し、ナトリハウスなる施設などを寄付したが、繊細で水泡に返した。妻の服は、朝吹英治の娘、ナトリオ之助スケは三男。ありがとうございます。